よーい、はい、かわいい天使ですね。欲しい欲しい。衣装合わせの時とかにこう監督とかプロデューサーからはなんか結構精神年齢若めっていうのをまあ15歳ぐらいでって言われて、俺25歳なんですけど大丈夫ですかって言ったら、じゃあマイナス10歳の感じで頑張ってって言われて、はいって言って、なんかすごい久しぶりに高校生やったら改めてその10代の子たちと一緒にやれたのはなんかフレッシュさがすごい伝わってきて、なんかあこういう感じを取り入れてなおかつ思い出せば俺もまだまだいけるなと思いましたね。いやとてもいい勉強になりました最初はそういうなんか、まあ、ボーイズラブではないんですけど、なんかそういうのにちょっとどんな感じなのかなってこうとかあったんですけど、やっぱりなんか実際現場に来てなんかやってみたらなんか綺麗というか、はい、なんかそういう感じはありましたね。石は結構暴れん坊なとこあると思いますよおとなしそうに見えるし、でもなんだろう、結構やんちゃな感じなんで割と共演者いじるのも好きだし、でもなんだろうな、すぐ人と仲良くなれるのは本当にすごいかっこいいしまずキャストの名前見たときに、はい、主演中川大志が書いてあって、ああ古谷とは似合ってるって思いましたね。なんか本当なんか学園でモテそうな感じの子なんで、めっちゃかっこいいなって、甘いマスクしてるなって思いましたね。羨ましい若さとかっこよさ本当今の高校生ザ・高校生みたいな作品になってると思いますし、本当なんかみんなキラキラしてて、なんかかっこいいこととか可愛いことがいっぱい出てるので、はい、ぜひ楽しいと思いますので、劇場版とドラマ版と劇場版か、はい、ご覧になってください。まずこのドラマを見て、この世界観というか、そういう作品の世界観を知ってもらって、それからね、劇場版の方に行くっていう、いい感じの流れを作れたらなって思います。僕がやってる松田浩二に関しては、そうですね、僕がもう本当全力でできる範囲で可愛らしさと若さっていうのを出させていただきましたので。いや逆にあなたどっちなのっていう部分とかもしかしたらあるかもしれないけど、そういったところでこうやきもきして楽しんでいただけたらなと思います。覚悟はいいかそこの女子、覚悟はいいかそこの女子マジか。